はい、おはようございます。今私は奈良県の十津川郷に来ています。十津川に何をしに来たかっていうと、私の直のご先祖である楠木正勝公のお墓参りに来た感じです。楠木正勝公という方はこの十津川で最後ね、亡くなられたと言われていて、お墓も今残って、地元の方々がちゃんとお祭りをしてくださっているっていうね、立派なお墓があるんですね。で、正勝公という方がどういう方かっていうと、楠木正成の三男である楠木正成の長男にあたる方ですね。嫡男で、いわゆる楠木氏の嫡流のご末孫にあたられる方がこの楠木正勝です。で、正勝さんはこの十津川に何をしに来られたかっていうと、なんか病気を患っておられて、病気を治すために当時にこちらに来られていたらしいんです。で、その間に、まあ、病気がちょっと悪化してしまって、結果亡くなってしまって、この地にお墓があると、まあ、そういう、経緯のようでございます。はい、で今からお墓参りに行くんですが、十津川のこの山って、こうカメラの後ろを見ていただいたら分かると思うんだけど、すごいね、もうどこも細い山道でつながっている感じなんですけど、この山道がまたね、すごくね、雰囲気があっていい感じです。今日は十津川温泉に一泊させていただいて、十津川温泉のね、東泉寺温泉というね、とこなんです。ここは実際にこの正勝公が当時に訪れていた温泉そのものなので、私はご先祖が使っていた温泉に使った後にこれからお墓参りということになりました。本当にね、素晴らしい機会をいただいた、はい、絵師で画伯の高橋龍馬画伯、ありがとうございます。田原屋工房で自己紹介いかがですか。あ、僕ですか、はい、すいません。奈良で、工房をと、はい、絵を描いております、はい、高橋と申します。はいはい、もうありがとうございます。今回はね、で、もう一人ご同行者、はい、高野修一さんというね、高橋画伯のお供お供でございます。お供の方が運転をしながら、この3名で今日は来ております。はい、これからじゃあ向かいます。あ、この学校の中が確か止められます。はい、着きました。楠木正勝公の墓、この奥です。こちらはもう廃校になった古い学校があって、この奥に正勝公の墓があります。この辺だと地元の学生さんとかでもみんな正勝公の墓があるのは知っておられていて、よそから来られた方をご案内されたりとかしているっていうのはよく聞きます。じゃあこれからお参りに行きたいと思います。今日も全く雲がないというお天気に恵まれました。毎回、昨日も言ったけど、もう毎回私が動くと、もうどこも雲が一つもないお天気に毎回恵まれるという感じです。すごいお天気じゃないですか、高野さん。すごいです。ミラクルが、ねえ、はい、昨日に続きまして、昨日に引き続きまたミラクルが起こったという感じです。はい、この奥が、ここはね、学校ですね。昔の古い学校が残っていて、このガラスとか見ても分かりますよね、この古さがね。ちょっとデコボコってしてるからね、今の最近のガラスとはちょっと違うという。すごく雰囲気あるでしょ。なんかいいねえ、ね、暖かい、暖かいね。そう、子供たちの声聞きたいねえ。この学校からもうすぐ前ですに楠木正勝公、そしてね、佐久間信盛のお墓も実は一緒に並んであるんですね。不思議なことにね、佐久間信盛も今大河ドラマのどうする家康でちょこちょこ登場していますが、
彼はあの後織田信長によって放逐されて追放されてからこの地にやってきて、ここでなんか当時をやっぱりされていたらしいですね。でやはり当時中に残念ながら亡くなって、まあ、しまいましたということで、こちらの方にお墓があって、正勝公とね並んでお墓が一緒に祀られているという感じです。この奥がお墓です。この正勝公のお墓は私の剣武中公と楠木正成の真実にも、登場するお墓です。はい、看板があってここに、はい、墓碑というか石碑が立ってますね。楠木正勝公墓所、佐久間信盛公墓所とあり、そしてこちらの方に進んでいくと、この五輪の塔が楠木正勝公のお墓でございます。じゃあ手を合わせてお参りしたいと思います。久々にご先祖様に手を合わすことができます。ありがたいです。今正勝公のお墓参り終わって、今信盛公の方にも行ってみようと思って来ました。このすぐ裏にあります佐久間信盛のお墓です。あちらに石碑が立っていて、この五輪の塔がそうだと思います。一緒にお参りしたいと思います。今回ね、私がお連れいただくことになった経緯は、実は今隣にいらっしゃる高橋画伯がね、なんかお告げ的なものを受けられたんでしたか。そうですよね、その2ヶ月ぐらい前に、うん、東京の、あの知り合いの、はい、病院の院長先生と、はい、まあ、デザイナーの方と、うん、こちらの温泉にね、今日お客さんだった温泉に、はい、あの着いた時に目の前に目に留まったのが、うん、正勝公のお墓で、なんだ、最初知らずに来られたこと、全く知らないですよ。偶然、偶然です。すごい偶然、まあ、変な表現だけど、出たって感じで、ね、これはもう行かなきゃと。でももうね、あの暗かったんで、明日じゃあ市場に出かけましょうと。宿から2キロぐらいっていうことですけど、うん、まあ、はい、この工程で歩いてくるのはちょっと大変ですけど、ね、まあ、でもあのお参りした時に、はい、なんで言葉じゃないんですよね、はい、まあ、今度は姫ときなされと、そういう、もうそういうなんていうのかな、雰囲気が、ね、今日もでもお参りした時には、うん、中に入ってこっちに来なさいっていうような雰囲気だったんで、すごく空気が澄んで、そうでしたよね、恐らく喜んでおられると思います。いや、間違いないですね、うん、私はあの今回の本でも一番冒頭の方で確か、そうですね、はい、紹介させていただいてるお墓だったんで、思い出がね、すごく強いんですよね。なので、本を書いてからの初めての今回お参りになったから、なんかこうご報告に来させていただいた感じを感じました。僕、本をいただいてから、僕いつも枕元に置いてあるんですけど。ありがとうございます。嬉しい。そこに、まさにそこに載ってるね、場所がここだっていうんで、そう、全国、日本も広いですからね、広いのは、ね、うん、枕元に置いてあるその、内容がね、はい、目の前に、なんていうか今も感じてましたけど、歴史ってすごい遠いもんじゃないんだなっていうかね、うん、そうですね、今まさに歴史ね、リアルにつながってますよね。あまりにも姫はそういうことがね、そういうことを勉強、はい、させていただく機会が多いんで、本当に、ね、不思議というかありがたいというか、ね、勉強になることもあるし、不思議体験もあるし、いろいろですよね、本当に。今回も本当に感動の旅となりました。ちなみに今日私がつけてるこのネックレスですね、これもこの高橋龍馬画伯が描かれたマリア様の絵ですよね、これ。そうですね、ね、おかげさまで東京国立博物館でね、このレプリカが展示販売させていただくことになって、これもまた姫とあの出会ってからいろんなことの不思議の一つで、ね、僕なんかあの生存する作家の、ね、絵師の絵が博物館に、ね、まあ、レプリカなんですけどね、そしてこの今姫が昨日ちょっとね試作というか、あの、はい、ちょっと一回試しに使っていただいた青、これもラピスラズリは、ロモファホアがいらっしゃる時にね、そのこのマリア様のレプリカを検定するとき、検納するときにあの
本当のラピスラズリを使ってね、はい、あの書いたやつ の、はい、その 最上級 の、 そのマリア様の至極の刃を、で作ったあの、まあ、ルビーですよね。ルビーの、ね、マリア様美少女の刃と、はい、このマニキュアもね、そう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 、どっちも同じラピスラズリの色から作りましたよという。またもう一つは、ね、あの姫のすごいなと思うのはやっぱり器が広いっていうのは神仏集合、はい、うん、もうマリア様も仏様も神様も、はい、もうね、うん、有志あるお寺にもこのマリア様を、はい、されて入って、はい、ね、はい、ね、お出迎えになられた和尚も、もう何とも不思議にはもう思わない、そういう方なんだというね、負け隔てなくですね、そうです、はい、感謝、どこに向けても感謝されているという、はい、まさに神仏集合っていうのは大殿、ね、時代のからですね。そう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 、そうです、和の心ですよね、はい、はい、というわけで毎晩うちの本を枕元に置いてくださっているということで、あの私の本は表紙が楠木正成公のご宝物でありお守り、御符、御札となっているものが、表紙になっていますので、はい、なのでお守りの効果もありますので、ぜひ枕元に、ね、ね、はいはい、置いていただけたらと思います。今広報院 の、 あの宿に私たち泊まらせていただきました。温泉がねすごく素敵で、入ったら肌がすべすべになって、硫黄の匂いがねすごいしてましたね。あとあの高温がね、うん、高温度が高いっていうのも、そうそう、はい、源泉かけ流しの宿でお肌ツルツルになってご先祖様の気持ちを味わうことができました。はい、というわけでこれから向かうところは、玉置神社ですね、はい、でございます。じゃあこれから玉置神社の方も行ってきます。